こんにちは。ご覧いただきましてありがとうございます。信州稲谷の卵屋の木村です。数ある動画の中で僕ら信州稲谷の卵屋の YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。毎月お届けをさせていただいている木村通信、今回訪れたのは JR 東日本中央本線の岡谷市川西にある川西駅。そんな川西駅ですが、今年で100周年を迎えるということで、大正12年10月28日に当時の鉄道省中央本線の新駅として開業されました。昭和29年頃は1日平均乗降客953人もいる大変にぎわった駅だそうで、そんな JR 東日本が管轄する川西駅ですが、現在緑湖経由の単路線ができてからは列車の大半が飯田線へと通じる JR 東海の乗り入れがほとんどだそうです。その数2018年6月現在停車する44本のうち、 JR 東日本の列車は8本のみ、あとは JR 東海の列車だそうです。そんな川西駅ですが、今年で開業100周年ということで、本年10月に新駅完成するということで、その前に旧川西駅の今の様子を撮っておこうと、そしてこの日訪れた翌週5月15日には駅舎お別れの会が催され、駅の線路を以前通過していた特急あずさの写真を展示したり、記念品として蒸気機関車と駅舎、そして岡谷といえば眉ということで、眉の形をした駅名称の缶バッジが配られたそうです。眉と聞いてもちょっとピンとこない方もいるかもしれませんが、岡谷というと製紙業キートですね。キートの過去に生産が盛んだったということがあり、シンボルとなって駅舎に川西駅のシンボルとして後から出てくると思うんですけれど、こちらですかね、見えるってくるかな、これですね、眉の形をしてますよね。川西駅、駅もあの旧字の方の時代になりますね。新しい駅舎では旧駅舎の屋根の色などの面影を残しつつ、長野県産の木材を使った木造の駅舎になるそうです。今回はそんな素朴な駅舎でご覧いただく方によっては懐かしいななんてお声も聞こえてきそうですが、実際に入ってみると驚いたんですが、何度か塗装されているようで綺麗に、とてもあの大正の頃にできた駅舎とは思えないぐらい白壁との木の塗装がですね、本当に綺麗で、また所々にですね、ちょっと心温まるようなありがとうございますとか懐かしいようなメッセージ、これがあの川西駅お別れ会のイベントの案内がこの時は掲示されていました。これ実際外出てみるとですね、古い駅舎なんですけれど、まあ、やっぱり今はもうそんなに乗り降りしているようではないんですけれど、少ない中でもこんなようにあの駅、そうですね、後ろには天竜川がすぐ近くに流れていたりとかで、あ、これですね、100年間ありがとう川西駅舎、新駅舎完成予定ということで掲示がされていました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。このチャンネルがお気に入っていただきましたら、いいねボタンを、また励みになりますので、チャンネル登録の方もしていただけたらとても嬉しいです。それでは次回をお楽しみに。さようなら。